ファミツーライブということで、皆様こんばんは。ゲーム・エンタメ総合情報サイトファミツー .com の編集部からお届けするゲーム情報バラエティ番組ファミツーライブのお時間です。本日メインパーソナリティを務めます、初登場の三宅麻里絵です、はい、よろしくお願いします。そしてファミツーの北口ソフニウムです、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、初登場ありがとうございます、はい、お邪魔します。北口さんの方がこう先輩だからちょっと MC っていう大役を任されてちょっと緊張しますが、よろしくお願いします。ファミツーライブでは私が先輩かもしれませんが、はい、まあ、でもね、三宅さんにはちょっと、弊社の番組いろいろね、タイミングで出ていただいたりいつもお世話になってます、はい、流行り芸のコラムもね、はい、毎年、はい、書いていただいたりしてますけれども、はい、そんな三宅さんのこのセガ愛が今日、そうなんです、セガのシャツ着てきました、ちゃんとセガさんで売ってるやつ。そう、いっぱいセガセガセガって、いや私、はい、セガで育った10代、セガで育った10代、やっぱりってます、ね、はい、いろんなハードを経験していくじゃないですか、はい、私セガサターン小学3年生ぐらい買って、はい、行っちゃいましたか、はい、ゲームギア行ってドリキャス行って、はい、今サターンのモデルのタニタの体重計使ってるから、はいはい、やっぱずっと三十何年ずっとセガ付けなんですよ。だから、はい、いや、このゲーム私 MC で紹介していいんだ、嬉しいって思って今日はすごい楽しみにしてきました。よかった、嬉しい。でもなんでサターンだと一回ゲームギア行ったんですか。いや、 やっぱり携帯ゲーム機で、はいはい、カラーでテレビ見れるんですよ、ゲームギア。当時、30年、ね、20何年前にテレビ見れる携帯ゲーム機ってすごくないですか。炭酸電池8本みたいなやつですよね。そう、で、なんか、なんですかね、それの上にすごい拡大できるようなでっかいやつとアンテナをつけて、なんか、何でしたっけ、海外旅行行くときとかめっちゃ電池持ってやってましたね、はいはいはい、すげー、そう、めっちゃやってました。筋金入りのね、セガファンということで、そう、嬉しいです。そうなんですよ、まあ、今回ちょっとセガがね、悪者のゲームをご紹介しますんで、はい、いや、悪者、はい、思い切ってたなってセガガガとかあったけど、ね、ついに悪者になるんだって思って。セガは何でもなりますからね、はい、はい、ということで、はい、この番組は角川 ゲームリンケージの判断のもと、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため感染症に十分注意して配信を行っております、はい、ということで、まずはこちらの映像をご覧いただきます。ということで、どうぞ。ご覧いただきましたのは、セガから4月25日配信予定の iOS、Android 用アプリエラーゲームリセットの映像でした。そしてここで素敵なゲストの方をお呼びしております。エラーゲームリセットでアウトラン役を演じている声優の角舞さんです。はい、皆さんどうも、アウトランの声を担当しております角舞です、よろしくお願いします。こちらね、この子の声で、北口さんが持ってるのが、はい、角舞さんが演じられてるアウトランが、セガの名作レースゲームアウトランがモデルっていうことで、名作のパッケージ持ってきました。いいですよね、そう、プレイステーション2のさらにもっと前の、ね、もともとは、アウトランはアーケードゲームね、車を運転するゲームなんですけど、はい、まあ、いろんなね、プラットフォームで復刻してますから、これは PS2 版ということで、はい、うん、って持ってきてみましたということで、はい、アウトランちゃんがね、これから活躍しますから、はい、はい、可愛い女の子になっているということで、その声を担当させていただいております、はいはい、初見だとよくわかんないですけど、そうですね、ちょっと順を追ってご説明できればと思っております。はい、はいはい、さて、エラーゲームリセットなんですけれども、うん、本編の前日譚にあたるエラーゲームリセットプロローグが配信されております、はい、はい、こちらはゲーム内容を楽しめるっていうことで早速プレイしていきたいと思うんですけれども、ちなみに角舞さんは、うん、こちらもプレイしたことがあるっていう。そうなんです、もしかしたらプレイした姿
をね皆さん見てくださった方もいるかもしれないんですけれども、公式の収録番組っていうのがあって、そちらでプレイしておりまして、エラーゲームリセットの公式 YouTube チャンネルでもうアップされていますので、うん、ぜひそちらでもがっつり紹介しているのでご覧いただければと思います。40分ぐらい大ボリュームのね。そうなんです、がっつりわちゃわちゃ楽しくやらせていただいております。ですが今日は私はちょっと経験者ということで、はい、あのマリエさんがね初見でもうぜひプレイしていただきたいなと、その姿を私は見て先輩面したいなと、ここで見守って、そうなんです、なのでぜひ遊んでいただければと思っております。はい、ありました。じゃあ、はい、くまちゃんの指示をしてもらいながら、うん、こここれだよあれだよ、 そこまで言えるほど先輩だから、北口さんにもご覧いただきながらぜひお願いします。やっていきたいと思います。じゃあゲーム画面ですね、お願いいたします。こちら、ね、雰囲気のあるオープニング画面、うん、そうなんです。エラーっていう響きとかがね、なんかこの感じにぴったりかなって思うんですけど、書かれ方が404がエラー、エラー、ちょっとねネットとか見てると404で出るとびっくりしちゃうけど、そうなんです、確かに。まああのこれ、プロローグはまあ体験版みたいな要はもんなんですけど、本編とはちょっとだけストーリーが違うということで、本編のネタバレにはならないっぽいということで、皆さんもぜひプレイしていただきたいんですが、うん、まあ、早速なんで、じゃあ皆さんやりますか、はい、じゃあちょっとタッチトゥースタートを押してみたいと思います。はい、おもしかしたらね今ダウンロードして同じように進める方がいても楽しいかもね、一緒にできる、そうです ね、じゃあもうダウンロードもしてください、うん、チュートリアルはバックグラウンド中にやれる、うん、そうですね、これからやっていきますよ。あ、もうねプレイされたよって方がいらっしゃいますね、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんダウンロードしていただき、うん、インストールいただきありがとうございます。謎の女の子が出てきますよ、うん、念のためのご確認ですが、本当にこのゲームをプレイしたいですか。今日は、うん、偉い人が前にいるからちゃんと私はイエスをします。ちょっと1回目はね、はい、でもノーも押したいけど、それは皆さんも押してみてください。気になる覚悟が決まっている方ですね、さすがです。これからよろしくお願いします。あ、プレイヤーさん、うん、そうです、プレイヤーさんですね、ゲームをねやってるっていうことなんです。最初はこれ時間列が出るんです、うんうん、レジスタンスの拠点らしいです。これ急に映画みたいな感じの雰囲気がムービーが、そうです、ね、おしゃれ、なんか喋ってる、そうなんです、ちょっと不穏な感じがずっとあるんですよね、うんうんうん、タップ、はい、触っていいんで進んでいく感じです、うんうん、9時39分、あ、左上にセガって書いてた、スマホの、あ、プレイヤーさん、本当だ、早く早く通知オンにしてるタイプです。本当だ、超優秀、超絶優秀なみのリボンちゃん、そう、うん、リボンちゃん大事、あ、かわいい、自撮り送ってくれるんです、すごい、え、どこから、この世界から交通ルールを撤廃させた犯人が分かりました、その方の名前は、おお、ワイだよ、ワイ、交通ルール撤廃、はい、余裕です、むちゃくちゃなことしてます、やば、証拠写真もあります、アウトラン、やばやば、アウトランさん、はい、彼女のせいで世界は未だかつてないほどの大混乱に陥っています。見てください、今日も大勢の犠牲者が、見て、やばいやばい、アウトランちゃん犯罪者じゃん、もう、はい、彼女を倒せば世界も元に戻るはず、やばいやばい、え、結構がっつり、うん、あのキャラクターがストーリーで出てくるんですね、そうですね、アウトランちゃんが急に出てきて気づいたらやっちまってました。じゃあちょっとあの2回目なんで、はい、ちょっと様子を見ようよ、怖がらなくて大丈夫ですよ、リボンがついています、あ、こうなるんだ、なるほど、さて彼女のエリアへつながるアクセスポイントも関係ない聞いてねえじゃねえか、はあ、サクッと犯人を見つけてボコボコに懲らしめてやりましょう、行きましょう、できるかな、なるほど、あ、これはスクランブル交差点ってことは、ここからの映像すごくて、セガかっこいいんですよ、ここあ、ウェルカムトゥセガ、あ、セガのヘッドセガが支配してる世の中を、事故は自己責任、あらゆるところにセガが現れてて、ここは、はい、都会の市、そうですね、そうですね、スクランブル交差点、ちょっと車速くないですか、はい、そうなんですよ、だって交通ルール撤廃されてますからね、うん、あー怖っ、あーソニックだ、すごい、エッグマンか、そうですね、青
今日はソニック。この世界はセガによって支配されてる世界なんですよ。だから左上の携帯にもセガって書いてあったし、あその、信号もエッグマンとソニックとなっちゃってるっていう。この辺にアウトランさんの反応があるんです、はい、確かにプレイヤーさん危ない。リボンちゃんはあ赤い、危ない、アウトランの車が、あスマホ高いのに、え、これわ私スーさんどうなんでしょうか。違うといいなと思うじゃないですか。え、エラーゲームリセット、ここからゲームが、おいやー、あーどうなってしまったんだ、これは私、あ、時間がもう分からなくなっちゃった、謎のどうなっているんだ。私はスクランブル交差点にいたはずだけど、目を覚ましてください。お、あ、もう手のかかるプレイヤーさんですね。いつまで寝てるんですか。寝不足ですか。夢落ちってこと。チーム変わった。チーム変わった。さあ出てくるか。ああ、視界が開けました。夢かな。なんか0101が続くのはプログラムとかなんかそういう世界の話。あかもしれないですね。あ、起きた。あ、近づきました、リボンちゃんが、うんうんうん、リボンちゃん、いやちょっとね、ちょっとで即死でしたよ、うん、出てきましたからね、リボンちゃんがね、うん、ついに、あ、でも生きてた、そうですね、命があるな、リボンがプレイヤーさんを電脳空間に避難させたおかげです、命の恩人だ、あ、どういうことだって、優しいな、あ、この三角、私、あ、そうです、かわいい何それって顔してますけど、うん、まさか忘れてないですよね。電脳空間はネットワーク上に存在する世界でって、あれ本当に覚えてないんですか、うん、どういうこと、ね、頭がクラッと、ね、頭が、うん、大丈夫ですか、ご自分のお名前言えますか、うん、頭が記憶がちょっと車当たってました、だいぶ血が出てましたけどね血死量の血が流れてた、結構ちょっとじゃないんじゃないかな、いよいよダメそうですね、あーやばい、あ、これはエマージェンシー、これは何、あ、敵がやってきました、そうですね、敵だって、うん、すごい、すごい人なんだろうな、敵、過去の自分も思い出せないのに、うん、今の自分もわからない謎だらけ、死にたくなければリボンの言う通りにしてください、一致やりますか、よしやりましょう、はい、というわけでゲームがね、うん、はい、始まるのですけども、うん、さあゲームスタート、スタート、本当に知らない状態で始めるわけですよ ね完全にね、完全にですから、私は何を、あ、かわいい、リボンちゃん、そうセガサーバーに突入しました、というわけでですね、このゲームはシューティングライク RPG という言い方をしてるんですけども、はい、まあシューティングゲーム的なゲームをこれからやっていくわけですね、はいはいはい、さあじゃあどういうふうにやるかっていうとリボンちゃん説明してくれますから、ゲームオーバーがある、まあ、適当に頑張りましょう、はい、適当に、まあチュートリアルですから言うて、うんうん、そうですよね、はい、いわゆる雑魚、ちょっと口悪いんです、はい、リボンちゃん弾はね、オートで打ってくれるんですよ、うん、これね、おお、はい、はい、うん、言い忘れたかもしれないのか、移動できるのは四角く囲まれ、あ、ここか、はい、ここからその中を、はい、移動できて、はいはいはい、まあ、今すでに弾当たったんですけど、はい、こう、はい、これは大丈夫、倒せば大丈夫、あ、キラキラのオーラ、破壊するといいことがありそう、あ、うん、これはいいやつ、これ壊すと、はい、パワーアップするんですね、あ、範囲が広くなりましたね、あの右にリボンちゃんのアイコンがついてて、パワーアップレベルマックスって書いてあるんですけど、はいはい、レベルの段階が上がっていくことで弾が強くなっていくと、あ、ということなんで、あのキラキラが出たら壊しましょうねっていうことを、はい、リボンちゃんがね教えてくれるわけですよ、これシューティングで、はい、でやっていくんですが、あ、え、なんだなんだ、ここはここ知らない、来た初見、なかなか骨のある敵でしたね、そう、記憶がないのに戦えるなんてプレイヤーさんさすがですね、なんか思い出した、お、うん、このスタンプお気に入り、はい、ダメですか、もしかしたら電脳空間の影響もあるのかもしれません、はぁ、電脳空間の適性には個人差があって、適性に欠けるといろいろな機関に障害、おいおいおい、怖っ、やばい、あ、現実空間に戻る、早く戻りたい、うん、全部忘れちゃった、大丈夫か、怖いぞ、
ちゃ怪しいんですよね、ずっと、ね、でも表情豊かですね。超絶優秀ナビゲーターって自分で言ってるし、可愛さに騙されるけど、あーなんかすごい可愛い子が出てきた。出てきたバーチャファイター。まずバーチャファイターだ。俺そのバーチャファイターちゃんなんですよこれね、うん、そのバーチャファイターセガとかいろんなゲームのその、はい、名作ゲームのなんて言うんだろう、ゲームが AI 化してキャラクターになっている、それをキャストっていうんですけど、はい、で彼女はなんでバーチャファイターさんです、はい、でそのキャラクターには元々の姿とセガに洗脳されて闇落ちした姿があって、はい、これバーチャファイターちゃん闇落ち状態です。ああちょっと暗い感じしますよ、はい、目が赤くこれアノードと仮想度っていうんですね、うん、これ仮想度状態、うん、でどうやらこのハウスオブザデッドのペンゴは僕たちが倒したらしいです。あこれもセガの名作ですね、うんうん、はい、もうや倒してた。そうなんです。おハウスオブザデッドとペンゴのその仮想度状態を、まあ、闇落ち状態を倒したと我々がね、なるほど、あところから話始まってますから、タイピングでいっぱいやったハウスオブザデッド。それタイピング、タイピングのデッド。ハウスオブザデッドはあれですね、銃で撃つ銃で撃つ方のシリーズ。 あいつら私の仲間だったのに、あレジスタンス。そう我々はレジスタンスで、セガに支配された世界を変えようとしている。あっちからしたらこっちがレジスタンス。そうそう、そういうことですね。いいことしてるのに。そうですそうです、ですよね、プレイヤーさん。倒しましょう。ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドさんは秘密裏に人体実験を行う。ゾンビのゲームだからね、やっぱね。あ人体実験するんだ。リンクしてるんですね。ペンゴさんは南極を不法占拠、我が物として支配しています。ペンゴはペンギンのゲームなんで、やっぱ。あ南極を不法占拠するんですよね。南極不法占拠して何するんだろう。すごい。ちゃんとゆかりがある感じに。そうですね、さあ、バーチャファイターさん。バチファイターさん、民衆に過酷な訓練を強制し、うん、才能のないものはゴミくずのように、やっぱクンフーが足りないとダメだ。とても悪いやつ。みんなパイチェンジャー、やば。あ、もしかして、はい、アウトランさん。アウトランさん、アウトランさんがやっぱね、悪者っぽいぞ。そうか、そんなわけないだろう。もうバチファイターちゃんを倒しに。そうですよ。なんか懐かしいってお声が上がってます ね、 ねえ、やっぱ昔のねタイトルですけど、うん、さあということで、ね、あなんかいっぱい増えてきた仲間が出てきましたよ。さっき話に出てたね、うん、はい、人たちもいたりいなかったりですけども、あいないのか。で今回はですね、違う子たちがねいますね、うん、この子たちもその名作タイトル、まあこの子たちはセガの名作かな、全員のキャストですね、うん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 、はい。リボンはどこにいるの？キューブの中にちゃんといますよ。そうね、先頭の子が映ってますね、うん、先頭の子が映ってて、その先頭の子以外がこのキューブっていう四角の中にいると。すごいギター、はい、あーこれもこれもか。そうですね、で先頭はオートで弾を撃って、はい、宮城さんは頑張って避けると。避ける、なるほど。で上にね、バーチャファイターズの敵の体力が出てますんで、はい、あれ赤いのが体力ゲージ。すごい避けてる。ちゃんと避けてますね。うまっ。あれです、角間さんやった時はちょっと難しかったです。バチバチにやられました。バチバチに。なんかあの体全部当たっちゃいけないわけではないんですよね、このゲーム。そうなんですよね。シューティングゲームって体の真ん中なんですよ。さあ、うん、ということで、あのバーチャファイターって下のゲージが溜まってたんで必殺技打ってきたんですけど、はい、体力が今減っちゃってますね。はい。さあダメージが、それ以上のダメージをということで、さあ。バーストスキルっていうね、はい、スキルがあるんですけど、でこれファンタジーゾーンちゃんのね、お必殺技打ちましょう。ファンタジーゾーンちゃん、はい、かわいい。お金ちょうだい、あげたい。そうか、お金ないとなー。今出てた文字もその今出てた文字もその、はい、このゲームにちなんだ文字がいっぱい出てて、その買い物システムとか、すごい瞬発力試されてますね。そうなんです。でこうファンタジーゾーンっていうシューティングゲームなんですけど、10トンの重りがゴーンって落ちてくるっていうのが、まあ、名物だったんで、それが落ちてきてーバーチャファイターさん倒したという感じになっております、ね、あーやー倒されちゃった、はい、すごい必殺技、うんうん、バーストゲージ。このね世界観がですね、結構こう、はい、なんかこう入り込むような感じあるじゃないですか、この、うん、なんとですねこれ、クリエイティブディレクター横尾太郎さんってことで、あのミーアシリーズ、ちょっと灰色の、うん、そうですね、灰色多めイメージが強い。で今回の灰色多めと、うん、でキャラデザはユーゲンさんということで、アトリエシリーズとかヘブンバーンズレッドとかを担当されている方がやっておりますので、うん、その辺もね注目でございます。おーバーチャファイターさんが倒されたということ で、しかし記憶はちょっとまだ戻ってない。結構豊かな
元の世界に戻ったら記憶も戻るからっていうことで、うん、あゲームを擬人化した存在、さっき私がご説明した感じで、でこれセガによってその自我を与えられたんだけど、うん、その世界を変える力があるんで都合よく利用されてその今闇落ち状態になってしまっておると。あ悪の組織の名はセガ、はい、セガセガ、セガが悪い、ね、プレイヤーさんが暮らしている世界はセガに歴史を歪められた間違った世界なんです、うん、あ倒したら元に戻る。そうなんですよ。結構その二面性があってその洗脳されてる状態、アノードと仮想度の状態では見た目とか性格も違ったりするので、うん、そうですね、そうね、なんでちょっとアウトランチャーも今後出てきますから、はい、ね、倒した後どうなってるかちょっと気になります。そうですね、気になりますよね、はい、あ揺れてる、あえー、何かスマホ、スマホ割りたくない。あまた次は誰だ、何やつ、誰なんかちょっと古い言います。あーそうっていうか、え誰だ、アフターバーナー、ね、あーはアフターバーナーのシューティングゲームですね、うん、手前から奥に向かって撃つっていう。おイボンたちアウトランさんを止めに行かなきゃいけませんから、うん、アウトランさん結構上の方の敵なのかな、ね、待ってますよ。親玉感ありますよね。せめ怖い怖い、仕上がってますね。あ彼女は爆撃を得意とするキャストです。あやばそう、して戦いましょう。アフターバーナーアウトランってなんかちょっと時代が近いですね、ゲーム的には。逃がさないよっていうことで、あ画面がちょっとぐちゃぐちゃにバグってきましたね、ちょっと病んでる系です、ね、怖い。さあデータをダウンロードしながら、Wi-Fi もね使ってますから。セガ世界について、はい、一ゲーム会社であったセガが世界最大の企業となった世界。どういう世界だ。 IT インフラ、あ待って待って、 IT インフラ教育公共放送をはじめさまざまな分野の事業を展開し、その頂点に君臨して、すごいすごい、レジスタンス、はい、あ元の世界に戻すための私たち、あ早い、ありがたい、うちの Wi-Fi 早くてよかったな。はい、アフターバーナーさん迎え撃ちましょう、うん、ということで、ですこれ1の1から1の6まであります。はい、なんでこれ順番にやってみましょう。おお、バトル準備をタップしてください、はい、今回キャラはね固定です、この子たちでやっていきますから、うんうん、さっきのメンバーですかね。はい、さっきのメンバーでございます、うんうんうん、あもう時間は今回も、うん、この世界だと時間は分かんないので、うんうん、結構背景側が動くんですね。はい、そうなんです、すごいおしゃれですよね。あ、完了、きっとすぐに、うん、あ、来た、あお、やっぱ飛べますからね、アフターバーナーはね。アフターバーナーさんは飛べるのか知らないけど、うん、なんか飛べそうな音はしてた、なんかクオーつって。あーリボンちゃんの反応がいちいちおかしいですよね。ちょっと煽ってるような感じ、どっちみたいな。ちょっとね、なんか食わせもん感ありますよ、リボンちゃんね。はぁー世界、あそう、アフターバーナーちゃんも何らかの世界を変えて、うん、みんなに悪影響を与えてるわけですから、自分の力で戦える、誰もが武器を持ち自分の力で戦える世界、怖いですね。知恵なき者に知恵を、力なき者に力を、格差のない平等な社会を実現する、それがこれだからセガの、お前シャーみたいなこと言いやがって。はぁ、あ学校で社会で惨めな思いしたことあるよね、うん、アフターバーナーが、あ、じゃあありますか、誰かを妬んだことありますか。そうですね、出たい、あるある迷いが出た、出たい、出たい。強く言ってた、よろしくお願いします。闇につけ込み仲間に引き入れるセガの上等手段です。あ、アフターバーナーちゃん、私もそこに行きたい。君さっきからうるさいなって言われてます。いや、いやリボンちゃん、私も生かしてそっちに。お、犠牲者が続けていくということで、で終わらせてあげましょう。はい、ということで、再び戦いにね、はい、行くわけでございますけれども、手振ってくれる、はい、シューティングがね始まって、はい、あ、なんかさっきと位置変わりますね、シューティングの位置。そう、角度がちょっとね、場合によって変わったりします。で、あの光ってるのがキラキラで、これ大事なやつ、キラキラを取ると、はい、レベルが、ね、1に上がりましたね。これが、
あそうレベル1になると弾が増えたり爆発したり貫通したりする強くなるんで取りましょう、はい、おーいいでそのそうです、それぞれのステージは、まあ、ウェーブっていう、まあ、ちっちゃいステージみたいなのに分かれてて、はい、でそのウェーブが今は3つクリアすると、まあ、このステージクリアということになりますね、はい、あもうじゃあレベルちょっとアップして2、はい、はい、夢と希望おおあやっぱ一気に強い、ね、強い早いその先頭の子だけでっかく表示されてるんですけど、まあ、キューブになった子たちもちゃんと弾とかを出してくれてる、うんうんうん後ろからキャノンとかね今ちょっと結構弾もそれぞれキャラによって違うんですねなんかあるっぽいです、はい、色があマックス3今、はい、なりましたね早いでこの状態で打っていくともう弾がだいぶ強い、うん、あー来ないでー避けてる来ないでいいですねあみんなマックスあこれではいこれで今ウェーブね、クリアしたんで、順番にやっていくと、はい、でこの後そのバトルに関していろいろ教えてくれるんで、はい、ちょっとそれをね順番にやってみましょういろんなバトルの機能があるんで、うんうんうん、あこれ星とかそうです3とかいろいろあるんですねそうですね本来だったら多分経験値とか入ったりするあ知らないよ俺予想で言ってんだけど多分経験値が入ったりするんでしょうけど、まあ、今クエスト限定パーティーなんで、はい、そういう処理はないですという感じですプロローグ、はい、今度はこっち側の戦闘でそうですねこれは1の2ですこれしっかりね移動しやっていくんですけど、うん、まあ順調っすねなんかその敵を倒すと弾消えるって先に言っちゃった、うん、そう気づいちゃいましたそう気づいちゃいました先に言っちゃいましたちょっと先回れちゃいました赤い弾は消える、はい、そうなんですよね青いのは消えないんですね、はい、さっきなるほど基本的に全部避ければいいでさっきその角間さんがおっしゃってましたけど、うんはいキャラクター全部に当たるわけじゃなくて、うん、キャラクターの真ん中にある白い点に当たるんでその白い点を見て避けるっていう必要になってきますね、うん、それ以外に当たっても大丈夫ですね大丈夫です、まあ、シューティングゲームあるあるなんですけど明らかに当たってるように見えて当たってないことになるっていう、うん、あでいたおーあーどんどんいっぱいきますねバーストスキルゲージが溜まりました、はい、あ押してみましょうはいじゃあ、おー、リボンだってやるときはやるって。あ、リボンちゃん、大範囲の敵にダメージ。はい。リボンちゃん強いんですよね。通常の余ダメージも上がる。ドーン。打って、そうですね。おー。ダメージ与えてさらにバフっていう強化効果もかかるっていう。で、その長押ししていただくと、あ、そのディストーションっていうのも効果がある。へー。敵一体中心 330% ダメージ、でさらに自身のダメージを 18.5% 上げる。なるほど、これは。あーすごいヘビーボム、はい、これ体力回復効果があるんですごいヘビーボムがじゃあ体力が危なくなったら、はい、さっき使ったやつですそうですねボス戦で使ったやつですねめっちゃ降るあれ見えないですよねあれ ね早く倒せてその前に倒せば大丈夫これエネミーって左上65って書いてるのはあ減っていくんだ倒したらあじゃあまだあと60体60体も来るんだ結構多いですね結構すごいあ、じゃあ使ってみよう。お、うん、いいですね。重大きい。を使うと、回復、全体回復ですね、重大きちゃんは。それぞれ特性がね、はい、あるんで、だからそのパーティーの組み方みたいなのもきっと大事になってくるんじゃないかな、みたいなのがありますね。で、最後、はい。これがちょっと強めの敵になっておりますけど。じゃあ、お、リボンちゃんお願いします。リボンちゃん、爽快感すごいですよね。そうなんですよ。この、うん、気持ちいい。キャラクターの顔が右に書いてあると思うんですけど、バッと。もう充電できてねって。充電できてねって。こんなこと。大丈夫か。こんなにいっぱいコード繋がってんのに。大丈夫か。充電さ、充電グリーンしていこう。充電グリーンしていこう。やばい。はい、あと、あと30分もあるのに。持つのか。これ結構ね。うん出力するのがパワー使うんですよ。あ、その配信用のってことですね。そうそうなんです。ちょっと一旦あれですか、うん、スタジオに戻りますか。戻りますか。はい、じゃあちょっと大事だからね、これで充電はね。はい。ちょっとセガのせいかな。これもセガのせいだよ。全部
らされてるというインフラから何から全てセガが支配してるんで、そうですね、恐ろしい世界だ。いやでも実際そこの世界すぐにやられたじゃないですか、はい、私は、はい、だからあの今セガに支配された世界を見たいです、うん、だって信号が変わってたじゃないですか。そうですね、だからあと何が変わってるかね、そこら辺もいろいろと描かれてたり、青ソニック、ティールズみたいな、確かにどうやってねこう組み込まれていくのかもちょっと楽しみなところですね。今充電が刺されました。やっとこれでつなげられる、どうですか、いけるかしら。ちょっと確認するか言ったな、あの、ね、ロビーに戻って、うん、されてた、されてたわ、されてない、されてないわ。でもやっぱ、はい、すごいゲームが上手すぎて、はい、なんか自分たちで前やったのと、はい、全然情報量が違いすぎて、あ、すごいって思いました。どうでしたか、やってみて。いやなんか、うん、シューティング系のゲームって私手でやるのが一番感覚で遊べるなって思ってたんで、はい、だからちょうどやっぱりスマホでシューティングライクのやつやって自分で避けれるじゃないですか、はいはい、だからそのなんですかね、うん、体感が楽しい。よかった、見てても楽しかったです、はい、すごいサクサクと。さあここでですね、うん、ちょっと、はい、さっきアウトランちゃん軽く出てきたじゃないですか、はい、せっかくなんでちょっとアウトランちゃんのご紹介をですね、角間さんもいらっしゃいますんで、そうだ、私もお仕事しますね。そうなんですよ、しっかりねしようかなということで、はい、まずですねちょっとこれ、うん、今出していただいたんですけど、うん、改めてちょっと設定をね再確認しましょう、はい、キャストは、うん、これ、ゲームが AI 化してキャラクターしたものがキャストといい、もともとの姿はこのアノードっていう白っぽい姿がもともとの姿なんですけど、うん、こっちか、うん、はい、こっちなんですけど、うん、セガによって闇落ちさせられてカソードっていう姿になると。これちょっと見た目は違いますけど性格もちょっと違うね、そうなんですよね、テンション感とかも違いまして、はい、ちょっとご説明させていただきますと、うんうん、まずアノードですね、はい、白い方はお金だけが取り柄だと思っているような成金のキャラでございます、うん、とにかくゴージャスな雰囲気を出しているのもイラストからですね、はい、ちょっとなんか髪の感じとかで感じ取っていただけるかなと思うんですけれども、うん、ただそんな感じでちょっと何こいつって思うかもしれませんが、うん、ちょっと天然なところもあるって可愛らしいところも描かれているので、うん、はい、そこら辺をちょっと感じ取っていただければ嬉しいですね、うん、そしてもう一方の仮想道ですね、うん、こちらもお金持ちという雰囲気はバリバリなんですけれども、うん、こちらの方がより上流階級の女性であるような快速でゴージャスな雰囲気をまとっておりまして、うん、遊び好きのようなところをですね意識されているみたいです、うん、赤いドレスっていうのもねちょっとセレブ感がより増してるかなと思うんですけれども、うん、こちらのギャップとしましてはちょっと打たれ弱いっていうなんか強そうなバリバリとかにもあるしみたいな感じに見えといて、ちょっと打たれ弱いっていうところもある、ちょっと両方ともそれぞれの可愛らしさも秘めているそんなキャラクターでございますね。宮部さんはどっちも可愛いと思うんですけど、どっちが好きですか。やっぱ仮想度が打たれ弱くなった時の声とか雰囲気、雰囲気どうなるのかがすごい気になりますね。気になりますよね、鼻っ柱を折ったらどんな感じになるのか可愛いんだろうなってなるほどね、ツンツン系を見れば見るほどそうですよね。これですね、その、はい、まあ、アウトランドパッケージ、ね、うん、さっき出しましたけど、アウトランドは車のゲームで自分が赤い車を操縦するんですよ、うん、なのでこのキャラクターアウトランちゃんのそれぞれにその、まあ、アウトランドの車のドアだったりとか、はい、そのそういうものがちょっとこう随所に、うん、あしらわれたデザインになってると、うん、取り込まれていうことがありますね、うんうんうん、はい、でですね、今回ちょっとせっかくなんで、うん、さっき宮口さんおっしゃったセリフの部分、うん、なんか聞きたいですよね。聞きたいですね。なんでちょっといいですか。はい、頑張ります。ありがとうございます。やったー。ありがとうございます。じゃあちょっとあの音と重ねて一言ずつ、はい、頂戴できればと思います。はい、ちょっとニュアンスが違うので、はい、お届けできるように頑張ります。はい、ではまずはあの音からですね、はい、参りたいと思います、はい。最高級にゴージャスでリッチ。それが私、うん、おー、もっと元気系かと思ったら結構こう含んだ感じのあれ、ね、そうなんですよね、うん、結構この作品そこら辺特徴が多くて、じゃあもう一本のカソードさんも行きます、ね、うん、はい、はい、私のエレガントでハイソサイティな魅力にひれ伏すのよ。おー、
ですか、宮城さん。闇にちょっと落ちた感じがあ、そういうことか、仮想度ってっていうのが伝わってきました。収録の時、はい、どういう感じ。そうですね、こう全体的になんですけど、うん、ゲームってこういうなんかツインテのこのイメージとかで、うん、なんか元気いっぱいな感じ、うんうんはい、でこれちょっと今のセリフもびっくりマークがついてるんですけど、はい、割とそこら辺は強く意識せず、うん、なんか目の前にいる人に語りかける感じで、うん、みたいな距離の近さと、うん、あんまりこうキャッキャしない感じっていうのを大事にされてる感じがあって、うん、それがこのオープニングとかを見て、はい、あ、この世界観だからそういうことかって納得したところはあるんですけど、でも喉はまあ普通なニュートラルな感じがそこで、うんうん、そこをベースに仮想度のちょっと闇落ちっていうところで作らせていただいて、そうですね、ちょっと怪しさと闇落ちと、うん、でもなんかそ両本人は楽しんでる感じ、闇に落ちたことを悲しんでないところがちょっと面白いところかなって思ってて、この世界もなんかポジティブなところあるんですね、そんな感じはなんかセリフからは捉えられてたので、そこを意識してちょっと珍しい感じかななんて思います。やっぱりそのこういう金髪のキャラでゴージャスでリッチみたいな感じだと結構こう声、ね、高飛車な、そう、張り気味にみたいな、ね、高笑いするみたいな意味で、おほほみたいな感じですよね。そこら辺は全くなくて、だからちょっと自分の中でも結構新鮮なキャラクターですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、うん、充電できたかな。いけるか。いけるか、いけるか。アウトランの暴走により、ね、今充電をめっちゃ買ってしまったので。充電も 2% 増えたっていう。どういうことだよ。どうします。チャレンジします。それは一旦。そうですね。うん、あ、じゃあ、あれやりましょう。あのですね、はい、本来はクリア後にやるミニゲームがあるんですけど、はい、ちょっとそれを、はい、すす先にやりましょう。はい、じゃあおすすめの、はい、激おすすめのゲームが入ってて、はい、ここにあるやつが、ね、このプロローグで遊んでいただけるゲームなんですけど、画面出ますか。はい、じゃあこちら、あ、こちら、そうですね、角間さんはもう一回やっていただいたってことなんですけど、まあこれでもスコアを競うものなんで、せっかくだからみんなでやりましょう。あ、はい、あ、みんなで、はい、あ、私はやるか分かんない。こんなゲーマーたちと経験者だし。じゃあちょっと私てたのに、やりながらじゃあ説明しますね。はい、はいはい、ハウトゥープレイが左上に、はい、そうなんです、いますけれども、はい、タップでジャンプ、はい、2タップでダブルジャンプ、はい、で、なんか赤いジャストタイミングでジャンプボーナス、はい、そうなんです。コインをゲットしてたらポイントが増える。じゃあ右にずっと進み続けてるので、自分のやることはジャンプするだけ、タップしてジャンプするだけなんですけど、はい、2段ジャンプがまずできます。あの赤いのは開けるんです。そうなんですよ。さすがゲーム感がすごい。で、その曲のテンポに合わせて、ターンのテンポに合わせてジャンプすると、あのデカジャンプが出ます。あ、なんか来た。そうなんですか。多分これ、これアイテムが、ハテナは取った方が良くて、そうですね、これお邪魔ブロックですよね。アイテムかな、はい、もうこの時点で私超えられました。嘘嘘でしょ。いや、でももう一回やってるから、公式 YouTube 番組でご覧ください。遊んでおります。ああ。こっちのベストなジャンプの時でもダブルジャンプだったそうだった。でもすごい。このゲーム何が難しいって、はい、まず調子に乗って大ジャンプすると死んだりとか、はい、あと、そのタイミングで大ジャンプが出るじゃないですか。その曲に合わせてジャンプすると大ジャンプが出るから、予期しない時に大ジャンプが出るんですよ。これがすげえ難しくて、なんか、なんか、そんなに飛びたくないって時に、そうそう、時に大ジャンプ出るから、もう一回やりましょう。はい、あ、私も一回やって全然、はい、全然今2万、はい、しばらくやりましょう。このハイスコア6万ちょっともう一回、このゲームね、意外とね、はい、いけますから、あの長持ちしますから、全部どんどんやっていきましょう。これコイン取った方がスコアは上がるってことですよね。そうです。そうです。あ、敵だった。もう一回もう一回。あの、進んだ距離と、そのコインのボーナスで決まるっぽいので、あ、はい、両方。ただ、無理してコイン取るぐらいだったら生き延びた方がいいです。
あでもこれ進めば進むほどめっちゃ速くなっていくんですよ。あ、そうですね。そうですよ。そうなんです。なんか遅く感じた今。私はそれを見たいです。お行けたことがないのでお、だから進めてください。それなんかそのぜひ動画のテストプレイかなんかの時に見てもらってますか。なんか割とちょっと早くなってませんかみたいなところまでは行けてたんですけど、私じゃないんですけどそれはぜひ誰かっていうのはご覧いただきたい。こうするのでね、はい、アイテムがいろいろ。すごいすごい。さっきのコインが変わったやつが、あのコラムスの、あコラムス、はい、コラムスの宝石になってた。私コラムスは花組コラムス押し出される。桜大戦のね、そこから育ちました。あこうやってこういうことね。あでもちょっと伸びました。24,500。一旦可能性ちょっとじゃん、はい、この後絶対順番違うんだよな。ありがとうございます。一旦ね、一旦はい、はい、じゃあリトライでいきましょう。はぁ、あ、じゃあ自己自身のタイミング、はい、はい、あぁてぃ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 、お、いいじゃないですか。てぃてぃ、いいのいいの、あぁ、よけて、あぁ、よけて、おぉ、いい感じ。無理に、そう、無理にトランプですから。そうですよ。ここら辺は安心。もう一生子でした。穴開かなければいいんですよね。あーでも大ジャンプタイミング合うとポイントも増えるんですね。多分そう、今200と思うんだよ。 なんかあのこの紫のところでとかありますよね。ね、プラス200って。あ、そうなんだ。おー、あ、ほんとすごい。紫のジャンプと200になってる。すごい。あ、うまいうまいうまい。これはじゃあ無駄に点数を稼ぐために。あ、いい、まあまあ、いいですよ。あ、いやいやいや、順調。え、これいいんじゃないですか。これ宮崎さんも抜いた可能性がある。嘘。あ、やばい。どう思って早くなってきた、早くなってきた。やっぱそうですよね、うん、おー、ナイス。あらー、いいでしょ。ワープしてやったー。これほら、コメントでもうまいかもって言われてる。あ、本当にもっと褒めていいよ。いい感じ。さあ、404出ました。ほら、早いんだよ。すごいよ。いや、でも4万いいじゃないですか。初めていった。すごいすごい。さすがアウトランさん。ありがとうございます。どうも、アウトラン言います。え、ちょっとじゃあ、はい、え、届くのかな。届かないかもしれない。ごめんなさい。あ、大丈夫。あの、自分の配置が62,882です。遠いっていうことだけ言っておきますね。え、はい、それはいくらでも言えますから。もう何回もやってますからね。そうですね、はいはい、あんなに早くなるんだ、はい、4万で。とりあえずちょっと宮崎さん一回やってもらって、はい、それで決めよう。もう次やるのが宮崎さんの、そうですね、その悔いが残るかどうか。あー、それはそれは。でもこのゲームは本当にずっと止まんなくなっちゃうんですよね。そうす、何回もすぐにリトライってやっちゃう、うん、だって生きてるもんね、早いから。うん、しかもこのゲームを出す方法っていうのとかもなんかちょっとコツっていうかあって、それもね、導き出した方は俺やったぜって思うと思う。そこが楽しいんですよ。全然わかんなかった自分。あー、やっぱりどんどん下がってきた。ちなみにまだやれますよ、時間的には。あれでもやらなくてもいいですもん。じゃあちょっと充電を信じます。そうですね、これはね、ずっとやっちゃうね。終わんないんだけど、めっちゃ楽しい。朝までやるやつです。そうですね、面白い。そこでミニゲームですね、やりますので、はい、皆さんぜひ、ね、ダウンロードしてくださいということで、戻りますか。はい、じゃあこのまま押したらいけます。よし。お、じゃあこちらで押したか。じゃあちょっと画面変えて、画面は出るかな。よし、じゃあこれで、はい、行きましょう。じゃあキャンセルで、はい、さっきの、そうですね、続きでいきたいと思います。これで敵の攻撃がね、こうやって来るのがこうやって表示されてるんで、はい、そのこれが来るまでに倒しちゃえば、大丈夫と。さあ、で、狙いたい敵をタップすると、あ、集中して、そうですね、集中して攻撃できるんで、うん、まあ、やるときはそういうのもね、いいですよ。五感を倒せば生まれたエネミーを誘爆、そうですね、ちっちゃいやつは倒してくれる。まずパワーアップしたい。パワーアップ、早く早く早く。で、ここで、こうですね。あ、素晴らしい。ということ、すごい飲み込みが早すぎる。お金ちょうだい。私これちょっとあーってなった時オートにしちゃえるので、それがめっちゃ助かりました。32トン、はい、あ、今、じゃあ
もうボスは倒したんで、じゃあこうもできるっていうこと。そう、これはね、オートなんですね。今左下にオートで使ってくれました、はい、そうなんです。オートやると、うんうんうん、あの必殺技も自動的に使ってくれる、何もかも自動的にやってくれる、うん、一緒に頑張りましょう。すでにオートがあるんですね。そうなんです、うんうん、でももう一個オートがあって、うんうん、それがその必殺技は自分で打つ、うん、けどそれ以外はやってくれるっていうのがあって、それが左下のですね、フルっていう表記が出てるんですけど、フルオートか、まあ、セミオート的なものかっていうのが分けられるんで、まあ、ちょっといい感じに、うん、使い分けて、はい、で必殺技使うとですね、ちょっとこういう演出も出たりするんですけど、まあちょっとあので倍速もできるんですよ。あ、時間がない時便利、リボンだってやる。この演出もそう、タップで押せる、押すと、はい、でこれは倍速ですね。おあ、サクサクいってくれる。ちょっとね、あの倍速でやってきますか。何かが、そう、さっきあの俺たちが喋りすぎてで尺が失われた。あ、まだ一面ですかね。ベンチもなければ尺もない。何もない。ゴージャスだっつってんのに、アウトランさん。ただ楽しいのは伝わってくれ。ガンガン。いや、見応えありますよね。そうなんですよね。おまけバンバン進んでくれるのも。結構倍速だとかなりあの速度も速いから、周回とかもやりやすそうな感じ。ああ、ありがたいですね。そうですね。さあ、これ重宝器ちゃんです、うん。かなり際どい格好してます。重宝器やばいんですよ。ちょっと後ろが見たいですね。これちょっとね、その後ほど見れる可能性があるんで。やったー、はい、見て大丈夫なんですか。多分大丈夫。後ろどうなってるのか。あの出してますから、そういうところにちゃんと光るべきところ。アウトではないはず。あ、やっぱり動かしたいって時は左側オートが止まってくれるんですね。そうそうそう、オートの状態でも操作すればオート消えるんで。あ、それありがたいかも。だからいいとこだけ私がやって、ボス戦だけやるかみたいなことができますね。はい、この辺はね、そう順調に、うん、すごいこと。はい、ちょっと必殺技はちょっと、そうですね、必殺技もちょっと残念ですが、すいません、飛ばしに行くか。まああのダウンロードしていただければね、何個でも見放題、はい、僕はサンダーブレジットちゃんが好きです。僕の見た目の問題が見た目、はい、僕は見た目サンダーブレジットちゃん好きです。あ、それぞれのキャラのすごいこだわりがあるみたいで、はい、あ、そうなんですね。そうなんです。へー、割と脇がすごい、みんななんか力入ってるっぽいですね。さあ出てきますよ。さあ、じゃあちょっとまずだからノーマルでやりますか、ボス戦。ちょっとこれは私が、はい、私が急にボス戦を。やっぱりバーチャファイター。私にはクンフがある、クンフがある。いっぱい私はこれで育った。助けて、ジオキちゃん。いいですよ、回復回復、大事大事。敵側の演出もすごいですね。手を変え品を変え。スターバーナちゃんをしっかりと打っていく。頼む。まずいです。ここ見てください。何ですか。あ、上の青いゲージ。ね、はい、紫のゲージが溜まると技打ってくるんで、はい、しっかり耐えられるように HP を高く保ったりとか。その前に倒したいけど、うん、間に合わなさそうな気がしてきます。結局その攻撃を当てちゃうとゲージが増えるから、当てちゃう、そうなんですよ。なのでよっぽどの効果力がないと結構その前に倒しきれないもんね。あ、これが、はい、あ、でああ、結構まずいぞということで、で回復のチュートリアルをしてくれるわけですね。ジュウオキさんの技を。ジュウオキちゃんは、あ、やった、ジュウオキちゃんのゲージからでもジュウオキちゃんのゲージがマックスになり、技を打って回復できると。ああ、回復してくれた。はい、でバーストスキルで、さあ、じゃあいいですね。サンダーブレジちゃんが技を打ち、お尻の、はい、貫通した。みんなそう、みんなこう、こうサイドすごいっすよね。そうね、先が結構なんか、アウトランちゃんとかもなんか、うん、意外とちゃんと見るとすごい格好してんだよな。じゃあそうなんです、そんなに見ないでください。ね、照れます。そんな感じで見てたんだ。俺が見てたらダメです。バーチャルレーシングさんもなんかすごいし、なんか腰回りとか、うん、ちょっと露出全体にみんな多めね、うん、はい、というわけでバーチャファイターさんね、はい、待て待て、アフターバーナーさん、お疲れ様です、はい、倒しましたが、来ましたか。まだですよ、まだ、うん、
まだいますからね。ストーリーは続いてますから、ストーリー、うん、あー上にセガって書いてました、ね、そういえばこれでさあ、はい、アフターバードさん何とか倒しましたが、うん、ねぼりが焼き切れそうでしたよあアウトランさんの創作に集中できますね、うん、あやる気になってきた本当だだいぶ時間が経ってしまったのでアウトランさんのいるポイント、あ会えるかな、アウトランさん会いたい、どうしよっかな、この反応はこういうソナーの作戦だ、さあこういうネビー反応が、あの車に乗り付けたんか、どうかこれは、あ来て文字化けしてます、あすごい、この惨劇が、あ来ました、姿が、あ仮想のバージョンですね、うん、なるほど、かわいいですね、あばばばばあじゃあこれは一気にいけるかな、そうですね、結構殺しちゃったの、うん、殺してはないと思うけど殺してはないかもしれないけど、まあでもアウトランチャーはそう思ってるのかもしれないが、うん、気になる、そうですね、あ民衆を解放することの何があるの、って交通ルールなくなるのはそれぞれの、そうっすね、考え方、うーんどうかな、交通ルールなくなるんだ、やばい、俺信号が停電してる時まず車に引かれそうなことになるのか、軽減車え、これもしかして交通事故で簡単に命が失われるような危ない世界、嫌です、イエス、あもう選択しなくいなかった私来るって思ったら脳はやばいあそうだな、ごめんねアウトランちゃん、うん、一緒にドライブしよう、何百の、はい行きましょう、はい12、よし倒そう、倒そう、ゴーゴーゴー、リボンも頑張ります、じゃあちょっとアウトランちゃん戦うまではもうバイズちゃっちゃと行っちゃいましょう、なんやてアウトランちゃんもちゃんと、ね、ちゃんと見てますから、まあそうですね、はい、アウトランに早く会いたい、そう会いたい、ウェーブも2まで来ましたから、これあの必殺技オートモードちょっと試してみません、必殺技オートモード、オートをもう一回押してもらって、はい、ムーブってなるじゃないですか、はい、これは動きだけやってくれる、うん、だ必殺技に関してはタイミングいい時に使ってください、ムーブで、はい、でなるほど、これあの技が人によって違うよっていうチュートリアルですね、はい、あサンダーブレイズさんの必殺技は、はい、縦に長く伸びる、これ気持ちいいですね、あいい位置に行って打つってことですね、なので、まあ、そういうのを使うといいよねみたいな、うんうん、これでパワーアップして、そうだから必要な時だけ必殺技を打つって感じにすると、はい、なんだろう、必殺技の演出もなくなるんで、まあ、周回プレイとかがもしあるんであれば、うん、早いよねみたいな、そういうことになります、なるほど、じゃあいっぱいダメージを与えてもらって、そうですね、結構たまりますね、すぐ、うんうんうん、バスゲージ、まあちょっとね、製品版でどうな良いバランスかはちょっと分かんないんですけど、まあ少なくともプロローグに関しては、はい、ゲージ見てると結構すぐググッと上がっていくんで、うんうんうん、割と使ってもらって大丈夫なのかなみたいな、おでも硬い、あーいいけた、もうちょっと確かステージがあったはずなんで、うん、しっかり、ね、でもね、いろんなこと教えてくれるんですよ、彼女たちが、うん、いい人なんで、ていうかそう、僕これやってる時は思ったんですけど、リボンちゃんも戦うんだみたいな、そうですね、はい、そこがびっくりな、ね、しかも強い、結構これ系のナビゲートキャラって戦わないことも、ね、うん、あるけど、ですよね、一番戦闘で戦えるね、頑張りますねって毎回言ってくれる、確かに、さあしっかりと弾当てて、えおちなみに、あのこの速度で三宅さん操作したらどうですか、これで、はい、いけそうですか、小指と人差し指で必殺技を打ちながら、はい、すごい、さあ来ますよ、そういえば、あ来た、はい、あこれがついに、はい、おバジョンだぞ、じゃあノーマルでやりますか、じゃあこれで、はい、複雑だ、あこれ3箇所そうなんです、腕からお金ちゃん、ファンタジーゾーンちゃんのボムを打って、これもしかしたらこれなんか戦略があるかもしれないですね、先に腕倒すみたいな、あでも宮城さんちゃんと先に腕から倒すみたいなちゃんとしたプレーをしている、あーこうブレークブレーク、そうですね、ブレーク状態になるとどうなるんだ、これなんかねありそうですね、でもね、しっかり腕から壊して、うわ正確な、なんかちゃんとした倒し方をしてる、
偉すぎる。不要後ろの映像が、うん、なんかこれその仮想の状態の人たちはちょっとこっちは煽ってくるんですよ。あアートランちゃん不要ですよね怖いよ交通ルールちょっと中央に出てきましたね。わあちゃんあすごい行ったれやだやだ行ったれ頑張って工作してるぞ。こっちはバーサルレーシングさんの下座はね強化効果ですね。みんな強くなりますね。さあ来たぞデスバレー大ダメージきついな。うわあ、かっこいいです。かっこいい。これ曲がね、あれなんですよ。アウトランの名曲マジカルサウンドシャワーがちょっと後ろにリミックスされてると思うんだよね。嬉しい。なんで気になる方はぜひやってみていただきたい。なんかアウトランのゲームって曲が長いんですよね。うん、なんかドライブする5分ぐらいあるっていう。長い長い長い。ループじゃないっていうやつ、ね。すごい。ドン。おお。こっちでいいのかな。あやばい、だいぶやられてる、減ってる、削られてる。リボンさん怖い。ドン。あ体力がだいぶだいぶいい勝負。ジュウキさんが使えればいい。ジュウキちゃん、ジュウキちゃん助けて。あリボンちゃんマジやらそうじゃん。ジュウキちゃん。あよかったよかったよかった。倒しましたー。あ綺麗。どうですか風間さん、このなんか不思議な気分。つれえ。つれえわ。複でもね。でもすごい勝ったです。勝ちました。しかもノーマルで。ねえ。すごいですね。まあ、ちょっとこれ体験パルーンでアウトランチャーとかは使えないんですけど、ちょっと味方でも使いたいですよね。うそうですよね。どんな感じになるか気になるもんね。はい。はい、さあ、うん、ということなんですが、はい、これこの後のストーリーって見ても大丈夫？これちょっとまだあるんでちょっとストーリーが、うん、見ましょうこれせっかくなんで。倒してやり遂げました。アウトランさんを倒すことができました。あ世界も元に戻って、うん、新しい表情が可愛いなプレイヤー、ね、世界のために戦う姿がとっても素敵でした。本当はもっともっとプレイヤーさんと一緒にいたいのですが、アウトランさんを倒すという目的も果たしましたし、ね、ここで一旦、うん、ずっと私のそばにいてくれる子じゃないのリボンちゃんは、まあ、全能空間にね退避してくれたから、うん、現実世界に戻りましょうと。あやった、はい、平和な人生が戻ってるはずじゃということで、うん、セガが統一した世界じゃなくなる。そうですね。あれ7時28分はい。おお。あ、安全運転セガでもセガロゴ入ってたな。入ってますね。自己責任じゃなくなった。おお確かに。あゆっくり走ってますよ、うん、あソニックだ、やっぱり嬉しい。ソニック上がりますね。ねえあ無事修正されたようですね。私のおかげでゆっくり休んでください、うんうん、あれ不穏なキキあれあれえなんか信号えまた、 あまたこの車知ってるあーループから抜け出せないのかえまた血出たんだけど、頭がえあなんかさっきとちょっと本当だ。え昼違う。この足じゃめっちゃ美脚なんだから。結局事故は自己責任のままでした。私がその人増えてる。どんどん増えてく。うわなんでアウトランちゃん、もなんか南極の政府やつよりこれはるかに規模が違いない。どういうことなの。あ世界の修正も失敗した。セガはますます強くなっていますし、次のプレイヤーさんがラストチャンスですかね。え？どういうこと？そうなんです。え？これ私、はい、そうなんです。これがプロローグ？そうなんです。これもう言ってるんですけど、その違うプレイヤーなんですよ。その本編とプロローグ の、はい、の主人公は違う人なんです。なるほど。そうで、こいつは世界変えれなかったけど、じゃあ本編はどうなのみたいな。ああ。というね。確かに。ずっとプレイヤーさんって呼ばれてましたね。そうなんです。はい。へえ。で、まだありますこれ。このゲーム楽しめる要素。はい、うん、まあ、さっきやったミニゲームもその一例なんですけど、はい、じゃあちょっと一旦ホーム画面に戻りましょう。はい。戻って。戻って。お、うん、今回のプレイヤーさんも失敗しちゃいましたね。はい、で、教えてあげたいことがあると。
ここを触ると、はい、カスタマイズ、うん、お部屋をカスタマイズできる、うん、あ、部屋の主はもういませんし、はい、一旦帰ってもらいましょう。こいつはいくつかこれやれることがあるんで、はい、はい、ですね、リボンはまずお掃除ロボットなんですね。これ覚えておいてください、うん、お掃除大事です。はい、で、ホログラム姿で喋ってもちっとも退屈が紛れませんと、うんうんうん、はい、ホットファウンドリボンをお見せする相手がいないなんてがっかりです。リボンもナビキャラで説明したいことがあったけど伝え損ねた、大事な情報を伝え損ねた。リボンをツンツンしつこく触る、うん、お掃除ロボットのリボンをツンツン触る、うんうんうん、って、まあ、言ってる、あ、この白いやつですか、はい、って言ってるんですね。っていうのをまず覚えておきましょう。で、はい、これストアに行くと製品版のダウンロードするよっていうね予約ができますんで皆さんしてほしいんですけど、はい、まあ、今回はもうしたんでキャンセルで大丈夫です、はい、で、なるほど、まずお知らせ、お知らせを見て、はい、で、まあ、いわゆるメニュー画面に来たわけですよ、はい、こうスマホゲームのね。で、カスタマイズからやりましょう。カスタマイズ、あ、はい、動いてる、左上が。でこれ投影キャスト変更、はい、これでメニュー画面にキャラを3人まで出せるんですね、うん、で今仲間が獣王騎ちゃんとファンタジーゾーンちゃんとサンダーブレードちゃんとバーチャルレーシングちゃんなんで、はい、好きなキャラ3人まで選んでください。じゃあお世話になった獣王騎ちゃんと、はい、頑張ってくれたファンタジーゾーンちゃんと、はい、北口さんのお気に入り。そうするとこれ出ます、はい、いい。でこの状態で、なんだっけな、キャラをクリックするんだったかな。結構セクシーな座り方しますね、はい、あ、来てくれた。近い、あ、近いよ、まあ、キャラの情報が出ますね。そのサンダーブレードって元になったゲームの情報がシューティングゲーム、はい、出て1987年のゲームだって出るんだけど、はい、カメラモードっていうのを押してもらえますか。カメラモード、はい、そうすると、はい、部屋のカメラを自由な位置と角度にできる。で、それ保存できるっていう、へえ、ご褒美じゃん。そうなんですよ。でこれでまず、キャラを回せますこれね。ああ、下はね、あんまり潜り込めないんだけど、あ、でも結構なんかいいんですか。右やば。そうなんですよ。右大丈夫この服。右え、布足りなかったの。そうですね、足してあげてもみたいな、ね、じゃあここで、で左下のホームへ設定してください。はい、これで設定すると、はい、とこれはデフォルトになります。へえ、なんでこのサンダーブレイズのこの際どいいや、私はソファーに座ってるだけなんですよ。違います。そうです、あなたが前にいるんでしょ。あ、なんかコレクション、はい、そうですね。でフィギュアを飾るっていう要素もあるんですけど、はい、これはその元になったゲームの、はい、アイテムとかを棚に飾るっていう要素で、ちょっとこれもですね、右上のメニューの右上のメニュー、はい、のなんだっけ、コレクションか、はい、それを押してもらうと、でフィギュア変更っていうのを押していただくと出てきます、はい、例えば、それがそれファンタジーゾーンの時期のオパオパですね。それをこう置くと。おあと、左側3番目のクマは、あれ、獣王記のクマで、獣王記のクマはなんか弱くて有名なんですけど、まあこういうそのシリーズにちなんだ小物を飾るみたいな、まあ、そういう要素もあるんで、例えばこの写真をツイッターとかに撮って、はい、うんうん、俺の棚はこうだよみたいな、あとかもまあできたりするかもね、みたいな。ゲームとかが分かり合えるって感じです ね、 ですね。いっぱい集めたくなります、はい、何出てくるんだろう。すごい、もうプロローグでこんだけ遊べるのすごいですよね。最後に OK していただいて、押していただいて、最後にお掃除ロボットのことを思い出しましょう。なんで、まずキャストを全員ね、片付けます、はい、カスタマイズで投影キャスト変更で全員さよならしてバイバイ、はい、あ、リセットされてそうすると寂しい。お掃除ロボットがあれいない、いや、右から出てくるんで、あ、来た、はい、はい、それでツンツンするでしょ。眠れないですか。でリボンをツンツンするって言ってましたね。ここの、はい、眠れないですか。ひたすら喋ってくれる。そうですね、好きなところをひたすらツンツンしてください。はい、一緒に頑張りましょう。連射して、あ、なにこれ、なんだこれは。画面が充電？充電か？充電か？充電か？こっちの問題かもしれない。可能性は、可能性はあるな。セリフ暗くとなってあリボンランが遊べるようになるんですね。へえ。私これ最初全く気づかなかったんで。うん。皆さんも遊ぶときはぜひこの手順で出してください。すごい。満点ですね。へえ、はい。そんな感じでした。おお、こちらのゲームでもリボンランが遊べるようになりましたね。はい。はい、ということでゲームプレイはここまでになりますが、
満載でありがとうございました。すごいプレイを進めていただいて。そうか、私結構やる、うん、自分で絶対に発売とかリリースされたゲームは、うん、あの製品版からやるみたいにやってたんですけど、うん、これプロローグからやんないと、ね、そうですね、よりね違う、うん、お話も結構違いますから、ね、ここから入った方が楽しめるって感じですよね、うん、はい、いやくまちゃんどうでした。いやもう見てるのも楽しかったですし、その YouTube では公開されてない部分もあったりしたので、はい、両方で見ていただくとより楽しいかななんて思いました。はい、はい、はい、うん、そしてプロローグでは登場するキャストは固定だったんですけれども、うんうん、ゲーム中には様々なキャストがいます、先日の公式放送でも発表されていたのでそちらを見ていきたいと思います。じゃあ角間さんお願いします。はい、まずはですねペンゴー、ハングオン、スペースハリアー、サンダーブレード、獣王記、ゴールデンアクスでございますね、うん、ご覧いただいております、うん、続いてサクサクいきましょうね、はい、続いてはコラムス、バーチャーレーシング、ファイティングバイパーズ、うん、ダイナマイトデカ、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドですね。そしてクレイジータクシーとなっております、はい、セガの名作タイトルがねずらりと並んでいる状態なんですけれども、年代がちょっと上がってきました。ここまでがセガなんですけれども、うん、他のゲームブランドさんともですねコラボが発表されております。こちらですね、うん、バンダイナムコエンターテインメント、うん、そしてタイトー、うん、カプコン、SNK の4つとなっております。まずはですねバンダイナムコエンターテインメントさんのキャストをご紹介したいと思います。スライドこちらです。はい、はい、ゼビウス、はい、ゼビウスといえばもう、旧ナムコのもう名作中の名作の、まあ、縦スクロールシューティング、まあ、戦闘機で弾撃つゲームなんですけども、それのですね、まあ、ちょっと敵かな、これ仮想ドームモードなんで、ちょっと敵の衣装がですねこう入ってるのかなと思って、こうゼビウスってこう地上にミサイル撃ってあの赤い丸みたいなやつ倒すっていうのがあるんですけど、なんかそういうのがちょっとデザインに入ってるのかなみたいな。あと 板が浮かんでるんですけど、はい、あれはあのバキュラっつってめちゃくちゃ硬くて本当は倒せないんですけど256発撃ったら壊せるっていうデマがよく言われてました。そんな、なんか昔っぽい話、はい、そんな感じです。じゃあ続きましてディグダグ参りましょう、はい、そうですね、ディグダグは、まあ地中を、ね、掘るゲームということで、はい、これも旧ナムコ時代の、ね、ゲームですけど、うん、まあ、掘るゲームなんでやっぱその、ね、あの空気入れ、うん、敵を倒すんですよ空気入れで、はい、うんうん、そうですね、で右が三宅さんがおっしゃってるやつがあれ次キャラの堀泰造の、まあ、モチーフにしたやつかなみたいな感じですね、うん、はい、はい、そしてマッピーですね、はい、マッピーかわいい、そうですね、マッピーといえばこれはあの、うん、ネズミをね操作するゲームなんですけど、マッピーなんかお好きなんですね。私ファミコンでめっちゃやってました。そうだからあこの帽子もマッピーの帽子っぽい、うんうん、見てわかる、そうですね、これ仮想ドモードの絵も公開されてて、仮想ドモードの方は猫の方になってるのでイメージがね、なんでその猫のネズミみたいな感じになっております、はい、続いて台東さんです、はい、こちらです、はい、うん、ね、まずはこれアルカノイドですね、うんうん、アルカノイドって言ったらねあのブロック崩しですけども、うん、そのブロックがちょっとあしらわれておりますという感じですね、はい、はい、そして危機開会、うん、はい、お、うん、まあ、危機開会はこの、巫女さんのねキャラが、はい、主人公のゲームなんで、巫女さんのそのキャラみたいなのがこうあしらわれているのと、あと、確かなんかサブキャラタヌキだったよね確か、だからあれ耳がタヌキだったと思うんですけど、ね、確かちょっとコメントで教えてくれ、はい、そして、はい、ダライアスさん、はい、そうですね、うん、ダライアスはその、敵がですね深海生物モチーフなんですよ、なんかロボットの魚みたいなのがいっぱい出てくるんですね、なんでこれタコ、はい、な感じなんだと思います多分ね、これ入っております、はい、カプコンと SNK のキャストは後日公開予定となっております、うん、こちらもね楽しみ、シルエットだけ公開されてるんですけども、ね、楽しみでございますということで、ちなみにお二人ですねちょっと見た目でなんか好きなキャラとかいますか、宮城さん、やっぱりマッピーが、はい、どういう風に仲間になったり攻撃するのかなっていうのも含めてすごいやってたから気になるって、うん、あ、こういう気持ちなんだろうなっていうのが、うん、いいですね、私的には危機開会ですね、危機開会、みこさん、そうです、やっぱここも脇って感じ、ゆうげんさんの脇へのこだわりがすごいすごい、ぜひそこら辺も見てほしいですね、はい、ということでお届けしてきましたエラーゲームリセットプロローグが現在アップストア、Google プレイで配信されています、うん、ぜひダウンロードしてプレイしてみてくださいね、うん、はい、そして最後に改めてお知らせです、うん、エラーゲームリセットは iOS、Android 用アプリとして4月25日に来週リリースされます、はい、
さらに事前登録キャンペーンを実施中です。ゲーム開始時に特典がもらえますよ、はい、登録者数が30万人を突破しますと、うん、ガチャ10連分が引けるジェム1500個をリリース時にプレゼントします。さらに高級腕時計メーカー IWC のパイロットウォッチが1名に当たるキャンペーンもあります、うん、詳しくは公式サイトでチェックしてみてくださいね。はい、はい、ということで、はい、エンディング、うん、はい、いかがでしたか、はい、いやもうなんか森江さんのすごい安定したゲームを初めてですかってぐらい進めていただけたのでひたすら楽しみました。なんか本当にプロローグからね楽しんでいただけると本編がより楽しめるということなので、ぜひ今のうちにプレイしていただいて、本編25日あと5日ですので、ぜひ事前登録もしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。宮城さんもねプレイしていただきましたけどいかがでしたか。はい、いやでもやっぱり一度やったことがあるからか、くまちゃんの天性の勘なのか、リボンランは負けたんで、やっぱりやっぱ夢中になってやる系のゲームいろいろ遊べていいなっていうのと、なんていうんですかね、プロローグをやったからこそ本編どういう感じでお話始まるのかがすごい気になって、早くやりたいなっていう感じで、いやプロローグやっぱ横尾さんが関わってるゲームは最後までなんかやっぱり体験版って途中までどういうゲームの感じか分かったら、途中であとはもう製品版で楽しむぞみたいになっちゃいがちなんですけれども、これは最後までちゃんとやってからあのリリースを味わってほしいなっていうゲームで楽しんでしまいました。ありがとうございます。このもやっとした気持ちのままで終わらされるのなんかすごいっぽいですよね。ぜひね、はい、はい、来週なんでよろしくお願いします。はい、ということで本日のファミ通ライブはここまで。皆さんエラーゲームリセット遊んでみてくださいね。それではまたお会いしましょう。せーの、またねー。